どうも、こんばんは、エヌです。さあ、明日からね、新しいイベント始まるんですけど、まあなんか捜査官ガシャが来るらしいんでね、前回断罪を当てて、まあ別に捜査官はいらないかなと、平子も持ってるんでね、思ったんで、第4弾のガシャ追加で引いていきたいと思います。まあ、石154個あるんですけど、まあとりあえず100個ぐらいの20円かな。ぐらいだととどめておこうかなと思います。ランキングもあるんでね。今日は月曜日だねって。やめろお前、明日から学校だぞまた。憂鬱になるだろうかお前。というわけで、火曜日なのに憂鬱になっちゃうな。引いていきましょうかね。危ねえ、スタートダッシュガシャ引くとこだったわ。まあね、結局、この、なんていうの、お月見のさ、イベントのやつ、一匹も引けてないんだけど、まあ、引いても売るかな。10日は、まあ、UR の団子クッキングひなみは欲しいんですけど、まあ、やっぱり一番は、ムカデということで、20回だから単発2回の6連3回ですかね。さあ、まあ別に当たろうが当たり前が、断罪あと1角させなきゃいけないんでね、その分の勲章は集めなきゃいけないんで、わお。SSR ムカデか。なんか10角、こいつ10角させで俺売ったんですよね。結構の金チケになったわ。はいはいはい。SR アヤトの予感。違うかった。なんか次回あれだっけ？次回のガシャって UR の月山ですっけ？そこまで興味がない。6連3回ですね。来い、ムカデな1年経ってもまだ引き当てれないんだよな。毎回引いてるんだけどな、ピックアップされた時は。俺案外この SSR プラスの入見さんめっちゃ来るんすよね。ムカデ来たらねクソテンション上がるんだけどな。まあ使えないんだけどねムカデを入れるあれがないんだよな。SSR プラスすら来ないか。はい、ラスト。ですよね。ですよね。まあ、50個残してね、ランキングのちょっと様子見で、おー、なんだい使おうかとは、まあ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 、それで余ったら、どうせ捜査官ガシャ引くんでね。ということで、ここで、いや、どうしよう、あと1回引こうかな。ここで欲が。もし断罪をさ、断罪あと覚醒させるのに480個ぐらい、今勲章20個ぐらいしかなかった。480個で今20回引いて、まあ大体全部 SSR じゃなかったからな。 SSR なら6枚でしょ。62で足りないか。そう、あと1回30使って6年引いときますか。欲がすげえなまあね、これ出るかもしれないっていうね。うわ、来た、マジで来たんだけど、マジ来た欲が、捜査官かい、捜査官かいっつって欲が呼んだわ。いや、そこでさ、おかしくない？そこで舞い降りられたらこっちもさ、いや、売るよ。今まで当たった UR 全部売ってなかったんですけど、ちょっとスクショしますね。全部売ってなかったんですけど、さすがに使わない UR でもダブったら1枚は売る。覚醒はさせない。それもったいないでしょ。ということでね、今回はもうこんな結果に終わってしまった。もうラストちょっと欲出して、6連1回したのは、まあまあまあプラスでしょ。当たったのは。ということで、第4弾追加で引いたらまた舞い降りられましたということで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。